こちらはですね、こう、ジーザースね。ではまあ一つのですね混合されたまあ性質というかね本質というかね要するに二性の混合なんですよね。混ざり合ってしまうね、神性に人性がこう飲み込まれてしまうというかね、そういうまあ感じですね。ローカルチャージなんかの教えの中にこういうブレンディングの教えがね、こういう形ではないですけども。私たちの、まあ、霊的成長の理解の中にキリスト論の中になんかそういう混合の教えがね、あるというとね読んだことがありますね。だからこのね、混ざることなく、ね、こういうとこは前からこの HS 主義を切り捨てているポイントなんですね。からまあこういう分けられ話すということの中にはまあ言ったらこうそれぞれのまあ性質に対し性質を分けて性質にそれぞれの人格があるというかね、そういうまあ傾向のまあを除去するまあポイントがね含まれている。ねまあ、その4つの否定語の後にも、まあ、そういう一人格の中における二世 の、 存在についての、まあ、記述がカルゲの神の中にありますよね。だからそういう、まあ、この時この時代のですね2つのまあ言ったら傾向ね、そして、それが正統的な中にとどまっていればですね、その傾向はまあ、いたら正統派の中にとどまることを言うわけですけども、その線を越えるとですね、このまあ良性のがん細胞と、まあ、悪性のがん細胞みたいなもんですよね。良性の場合は、まあ、まあまあまあ許容される、まあそのままにしとってもまあね、死に至らせるような繁殖はしない、ね、増殖はしない。悪性になったらこうねどんどん増殖して命検査されるね、そういう部分が、まあ、除去されていくというね、手術が、まあ、歴史の中で行われてきたんですね。でまあiPS 細胞なんかはね、まあ臨床試験のところからいろいろ動物やいろんなことから実験されて、ね、いきなり人間の中で実験やれないというのはその中にはやはりがん細胞を発生させるそういう、まあ、物質というかね要素が含まれているからですね。だから正しい教えというのはね、まあ、本当によくよく、まあ、臨床実験がね鏡類の世界で吟味されてね、私たちはね鏡類をですね狭くなんて言いますかしてしまう必要はないんですけどね、しかし私たちは聖書の限界線ね、まあ牧田先生の終、まあ、末論のね講義とかいろいろいますとですね、そのほかでね私たちは聖書が掲示しているところにとどまるべきだと、ね、しかしですね私たちは聖書にこのどう言いますか、がこの語っていないことを語ることはできないと、ね、
しかしこの聖書を語っているんだけども、私たちはマクドナルドの終末論ではね、終末論の領域はですね、まだまだこの形成途上にあると、ね、他のキリスト三位一体論とかのキリスト論の施策と比べてるのはね、本当にですね、施策が深められてきたのは19世紀20世紀ね、たくさんその終末論の領域でね、どんどん耕されてるね、私たちは聖書が掲示している範囲まではですね、その限界線まで私たちはこの解釈の豊かさをどう言いますか、耕すべきであるね。そこにおいて私たちは躊躇してはならないですね。だからまだまだですね、そう耕されてない言ったら荒れ地がね、聖書の啓示の分野の中にはですねあるし、私たちがこのね宣教というね戦いの中でね、例えば18世紀19世紀以前の世界ではですね、天文学なんかではですね、もう一つの制限された中で試作してましたけども、で今はこうね無限の銀河宇宙ね、が私たちの思いが広げられているようにね、やはりエリクソンなんか地球の年代なんかでもですね、もちろん1日24時間の考え方も、神には不可能ではないけれどもですね、やはり地質学の年代について何も知らないかのようにして進学する必要はない。なので内面の癒しでもね、私はその応用で考えるとですね、内面の癒しとかそういうことになります。やはり20世紀になって非常に発展したのは心理学の領域ですね。人間のそういう心理の構造というか、フロイトのそういうね潜在意識の深さの領域の研究とかね、その多くの部分は現在は間違いとして捉えられている。しかし私たちの意識世界の背後にものすごく広大なこの潜在意識の領域が広がっていることは、ね、共通の認識になっている、ね、でそういうことの中で私たちはそういう現在とこう未来ですねを光に当てて、そういう神様との交わりと出会いの中でそういう癒しの問題をね考えるのも、私から言わせればこの聖書の真理とね、そしてその心理学的な甘えたらこの一般刑事の領域の耕しとのコンテクチュアライゼーションに、非常に意義ある試みだと、ね、しかし大事なことは聖書の福音理解、人間観とかね、そういうものが心理学的な概念によって改ざんされて異質なものになってしまうと福音理解が変質してしまう。私たちは福音に根ざしてそのね、このどう言いますか、雲の巣をさらに張り巡らしてね、そして推論的にはですね、そういう心理学のいろんなね、証や、ね、材料を持たしながらね、しかし私はこの土俵の中にとどまりながらそのテーマを追求するとかね、ということに躊躇しています、ねその他たくさんこう神の母ですね、セオトホス、アンスロー、ね、人間の性の反応とかいろいろありますけど、またそのあたりはペリカンのですね、本の中で書いてありますので、ね、もし関心があれば、ね、読みこなしていただけたらと思います、ね、では本日にして
本当にイエス様の考えがこの地上に流れていきますようにありがとうございます。感謝してイエスキリストのお